はい、どうもキリハです。今回も3月23日に行われるメンテナンスの内容についてまとめてみましたので説明していこうと思います。はっきり言って今回めちゃくちゃ神アップデートです。欲しかった機能も実装されますし、かなり良くなるシステムもありますし、その他内容もモリモリなので、なるべくサクサク説明していけたらと思います。それでは早速やっていきましょう。まずメンテナンス時間ですが、3月23日の昼の11時から、もう11時からっていうのが定番になってそうですね。終了の時刻が19時までとなっております。まずはガチャからいきましょう。 SRT 特殊学園のこちらの宮古のピックアップと、こちらの先のピックアップ、皆さんのね予想通りダブルピックアップとなっております。期間はメンテナンスの後から4月の6日のメンテナンス前までとなっております。ちょうど2週間ですね。そして今回のガチャに関しては限定募集ではありませんので、今回を逃してもどこかのガチャで出てくる可能性はあります。ご自分の所持している青奇跡と相談しながら回してみてください。今回も天井は200で、宮古と先共通の天井となっておりますので、ガチャをどちらで200連を回しても天井で迎えられる生徒は選べます。例によって今回も出るまでガチャ配信はやりますので、よければ応援しに来てください。3月23日の21時からやろうと思います。それではどんどん行きましょう。メインストーリーボリューム4、カルバドグのウサギ第1章ラビット招待始動前半の開幕になります。こちらはメインストーリーが解放されるという内容になってまして、メインストーリーボリューム3、エデン条約の第3章エピソード5をクリアしていれば見ることができます。任務に関しては11-3をクリアする必要がありますのでご注意ください。キービジュアルもかっこいいですし、めちゃくちゃ内容が気になります。どこかでストーリーの同時視聴会もやろうと思います。そしてメンテナンス5ではないんですが、3月30日から総力戦ホドが始まります。総力戦ホドは今回初のインセインの開催となりまして、攻撃タイプが、なんと神秘ということで、ここで貫通じゃなくなってきました。こちらに関してはまた近くなったら動画にしようと思います。そしてメンテナンス後から、キボトス合同火力演習の新しいステージ防御演習が始まります。開催期間は3月30日の、前回は0時までだったんですけど、今回は4時までとなっております。こちらに関しても完全に未知数な内容になりますので、開催されましたら動画にしようと思います。そしてこっからね、もう本当に何にも聞いていなかった内容が盛りだくさんになっておりまして、なんとエリア18が開放されます。一切情報なかったんですけどね。ということは3刻みだったカフェのレベルアップ、こちらもできるようになっております。そして今回のハードステージではチミコとアヤネアルの新名文字が入手できます。ということでアルちゃんがもらえるのは非常に嬉しいですね。私も全然育ってないので、これを機に育てようと思います。そして3刻みのステージなのでブルーレイがドロップするんですけど、今回も最上級ではないみたいですね。上級のブルーレイが入手できるステージになってます。そしてこれが一番の神アップデなんですけど、デイリーミッションとウィークリーミッションのリニューアルがされるということで、正直これだけ聞くと、ああそうなんだぐらいにしか思わないと思うんですね。今回このリニューアルで新アイテムが手に入るようになります。このアイテムがこちらの熟達証書というものになります。これがすっごい美味しいアイテムになってます。そして報酬でもらえていた初級強化玉が中級になったり、ランダム式初級技術ノートが中級になったり、ここで減っちゃってるんですけどね。でもどちらかというと中級の方が欲しいのでありがたいです。そして熟達証書300枚、こちらが手に入ります。これは全てウィークリーのものになります。つまり熟達証書は週に300枚はしっかりやってれば手に入るというイメージなんでしょうか。ただしウィークリーミッションに関しては3月28日の朝4時からリニューアルされるということです。そしてこの熟達証書が何に使えるかと言いますと、なんと期間限定ピックアップの生徒の新名文字だったり、最上級レポートや新名のかけらに変換ができる内容になります。限定キャラがもらえるってやばくないですか。やっぱり1年間待たなきゃいけなかったこの限定ガチャのキャラクターを
普段から手に入るウィークリーとかのアイテムで交換ができるっていうのは本当に神だと思います。またこういうキャラクターって神秘解放が大変じゃないですか。ガチャから出てこないので、やっぱり神明のかけらで自力で上げていくしかなかったんですけど、俺がね普段からもらえるウィークリーやデイリーミッションの内容で交換ができるのは本当にすごいアップデートだと思います。まあ、全員が全員じゃないと思うんですけど、ワカモとか水着のあずさ、水着のひな、バニーネルなんかもいます。特に今年の夏はアビドスの水着が来るんじゃないかって言われてますので、そこで水着のピックアップがまた被せられてもやっぱ石が足りないじゃないですか。なのでそこでガチャを回さなくてもいいように、ここのショップの交換で水着キャラをゲットできるかもしれません。本当にこれ神アップデートですよね。もう正直二度見しました。なので最近始めた先生も昔からやっている先生も大喜びのアップデートだと思います。そしてもう一つ、今まで先生レベルがカンストしていたらそれ以降 AP を使うのって正直もったいなかったじゃないですか。なんか無駄になってる感じがして、ですが今回の熟達証書で先生レベルが上限に達した場合、消費された 1AP につき1枚の熟達証書を獲得することができますと書いてあります。なので先生レベルがカンストしても AP を使えば使うだけこの熟達証書がもらえるっていうことなんですかね。まあ条件に関しては、まあ、ゲーム内に書いてあるらしいのでアップデート後に確認が必要ですが、だとしたら本当に神アップデートだと思います。ヨスターさん本当にありがとうございます。頑張って石割ろうと思います。それでは次に行きます。期間限定でシャーレの任務ガイドというものが開始されます。期間限定のミッションがありまして、そちらをクリアすることで豪華報酬をもらえるイベントになってます。ゲーム開発部とかの時にやったのと一緒ですかね。最上級ブルーレイとかはない感じですかね。ちょっとここには表示されてないんですけど、テイラーストーンとかね、上級ブルーレイ、上級ノート、かなりありがたい内容が多いです。あとこれなんですかね、ちょっと見た目じゃわかんないんですけど、すごい気になるアイテムがあります。これはサキちゃんの家具ですね。家具モーションがついてます。期間は4月の20日までとなっておりまして、青奇跡も合計で1200個もらえるらしいので意識して進めていくようにしましょう。そして家具シリーズが追加されます。こんなに追加されても集められないですけどね、まあ、製造もきついんでね、もう本当に無理だと思いますが、製造に関してもねアップデートがありますので後に説明させていただきます。今回家具でトロフィースタンドというものが追加されます。ブルーアカライブで説明されてたやつだと思うんですけど、テイラーメイドで製造することができるようになってまして、総力戦のトロフィーがまとまってるようなツリーみたいなやつですね。まあ、なんて言っていいのかわかんないですけど、それが追加されます。そんなことはどうでもよくて、これも結構嬉しい内容になります。ハグのリクレクトメモリーファースト、これをね配置してハグをタップするとなんとファースト PV がゲーム内で見ることができるみたいです。そしてセカンド PV に対応したものもこちらも実装されるみたいです。で、家具の獲得なんですけど、これ自動的に手に入るんじゃなくて該当エピソードを再度クリアする必要があるということなので、これだけ覚えておいてください。はい、でここからもかなり嬉しい内容が書いてあるんですけど、クラフトチェンバーの仕様変更ですね。これが書いてあるんですが、ちょっとねいろいろごちゃごちゃ書いてあるんですけど、わかりやすくまとめて説明をします。まずは製造を最初にする上で、最初にキーストーンを使ってこうして一次開放をしていきます。でその後にこのように二次開放というのができたわけなんですけど、これが廃止になります。今後は一次開放のみの製造となりまして、この二次開放がなくなるという内容が書いてあります。ただし二次開放した時に出てくる金色のレアノードですね、あれに関しては一次ノードでも出てくるようになるらしいです。そういう形で対応と書いてありました。そして一次開放をした後に、とりあえず欲しいアイテムを選ぶじゃないですか。まずは上級レベルの物質ですね、こちらを製造しましょう。その後この二次ノードですね、この二次ノードを開放するのがコスパめちゃくちゃ悪かったので、もうほとんど誰もやってなかったと思うんですね。
特にこの素材の追加投資もこういった贈り物だったりレポートだったりっていうのを消費するのでかなりやりづらかったので、やってなかった方も多かったと思うんですけど、なんとこの二次濃度もかなり良くなります。まずはここの素材が先ほどのキーストーンが使えるようになります。なのでキーストーンだけで製造することが可能なわけですね。もちろん今まで通りの素材も使うことが可能みたいです。そしてただ二次濃度を開放した後に一次濃度と二次濃度で抽選されてどっちかしか出てこなかったわけなんですけど、このアップデート後はどちらの素材も獲得可能になります。なので二次開放してもアイテムが1個になるわけではなく、ちゃんと一次濃度と二次濃度の分で2つもらえるようになりますので、二次濃度がかなり美味しくなります。まだ実際にやってないので何とも言えないんですけど、かなり良くなるっぽいので、こちらに関してもアップデート後ちょっと遊んでみようと思います。そしてその他、製造画面にサブノードを見るボタンを追加。サブノードを見るをタップすると選択されたサブノードの名前と説明が確認できますと書いてあります。ちょっとごめんなさい、これはちょっとよく分かんなかったんで、分かる方いらっしゃいましたらコメント欄の方にお願いいたします。あとは新しいノードの構成品が追加されるという内容ですね。あとはテイラーメイドについては一部の演出をスキップできるという内容と、あ、これはクラフトチェンバーでも一緒なんですけど、新しいレシピの追加、これはさっき出てきたトロフィースタンドのことじゃないかなと思います。そして先ほども言いましたが、任務 18-5 をクリアすることでカフェの設備コアをゲットできますので、カフェのランクの上限が7までアップできます。あとはミヤコとサキのタグモーションの追加ですね。さっきは先ほどの期間限定のミッションで手に入るようになってました。ミヤコのピンクの椅子は、これは製造から手に入れるしかないみたいです。あとはホーム画面の当番ですね。こちら5名から10名に増加。ここの画面ですね。これで今5名までしか選べないのが10名まで選べるようになるみたいです。しかもこれをランダムにしたり、固定にしたりっていうのも選べるようになるみたいなので、好きなように遊んでみてください。あとは細かい内容なんですが、総力戦レアコインのデザインが変わります。あとハイウェイの学園効果で SRT 特殊学園が追加。まあ多分有効生徒のことでしょうね。あとは細かい内容で終わりになります。ここまで SRT 特殊学園のブルーレイとかが追加されるっていう内容が書いてなかったので、もしかしたらバルキューレの素材でいけるのかもしれませんね。ちょっと明日になればわかると思うんで、それは確認してみようと思います。あとはいつものキャンペーンですね。3月23日にハードの2倍が終わって、またノーマルの2倍が始まります。その後ハード、特別依頼の2倍。で、この特別依頼の2倍と同じ期間なんですが、指名手配の2倍。で、その後にまたノーマルの2倍が続いていきます。このノーマルの2倍とスケジュールの2倍。こちらは同じ期間になります。今回の更新の内容は以上ですね。長くなってしまいました。申し訳ございません。はい、というわけで長くなってしまいましたけど、神アプデの内容でした。内容めちゃくちゃいいですよね。もう今からアップデートは楽しみです。ガチャに関しては、当日の21時からガチャ配信やりますので、よければ遊びに来ていただけると嬉しいです。新しい要素もどんどん動画にしていきますね。それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。